カオスゲームとは、本来、多角形とその内部のランダムな点を使って、フラクタルを作る方法を指す。多角形の辺と前の点をランダムに選び、その距離に、所定の分数をかけた位置を新たな点とし、これを繰り返すことでフラクタルな図形を得る。三角形と、係数1、2を用いると、シェルピンスキーのギャスケットが得られる。この手法を使うと、元の図形が隠れた。 フラクタルオーダーを持っていれば様々な図形を生成できる。カオスゲームは無作為な過程によって事前に定義された結果が得られる例である。カオスゲームを使って生成したシェルピンスキーのギャスケット鏡ではカオスゲームの意味はより一般化しており反復関数系のアトラクターまたは不動点を生成する方法を指す。任意の点 X 例を開始点とし、 XK プラス1イコール FR のように反復的に次の点を求める。ここで FR は IFS から無作為に選択されたメンバーである。この反復によって IFS は不動点に収束する。X 例が IFS のアトラクターに属するなら反復で得られるすべての XK もアトラクターに属し、中密な集合を形成する。 カオスゲームを使って生成したフラクタルの次第のこの関数群についての反復過程を疑似コードで表すと次のようになる。イコール単位区形内の無作為な点。反復。i イコール0以上 n-1 以下の無作為な整数。イコールファイ。プロット。プロットされる点の集まりでアトラクター全体は無作為に描画されていく。これは順番に点を描画していく。 普通のフラクタルとは対照的であり、アルゴリズムによって無数の点が描画されることでアトラクターの画像が浮かび上がってくる。ありがとうございます。